皆さんはこんばんにちは、聖女夏めぐです。かなりお久しぶりでございます。今回の YouTube 動画はですね、ちょっと Vlog 動画みたいなのをちょっと撮ってみようかなと思って、なんか流行ってるらしいんで流行ってるからちょっと乗ってみようみたいな感じなんですけど、ちょっとそのまあその作業してる風景とか、まあ一応私漫画家をしていまして、その漫画家のちょっと日常みたいなものを映せたらいいかなと思います。まあ結構私オフの日でも絵は描いちゃってるんで、まあ今日はオフの日、オフっていうよりかはあれですね、クラウドファンディング、まあ今この画面に映ってるのはですね、クラウドファンディングのイラストを描いているんでね、そのクラウドファンディングの宣伝も兼ねてちょっと Vlog 動画を撮ってみようかなって思いましたね。まあ Vlog とクラウドファンディングあんまり関係ないと思うんですけど、まあ、せっかくなんでね、せっかく日常を映すということで、私が普段どんな風にそのお仕事をしてるかっていうのをちょっとその映してみようかなと思います。では一旦スタートです。で、私は作業を始める前にですね、ちょっといいか別に顔が映ってもいいんですけど、お茶をいつも入れて飲んでます。今日はほうじ茶ですね。今日はこれで、すいません。まあこういう、まあちょっと友達からもらったコップ、これタンプレでもらったコップに入れて飲んでたりしてます。たまにコーヒーとか、あと最近ルイボスティーとかミルクティーとかを作って飲んでますね。そのあとチャイのミルクティーとかも好きで、なんかそれを飲みながらいつも作業しています。そうそう、なんかあと補足っていうかあれですね、私32型の液茶棒持ってたんですけど、ちょっとこの赤い斑点が出るようになってから、ちょっと作業風景のところは24型、前持ってた24型の液茶棒でちょっとやっております。ちょ今すいません、ちょっとちょうどお昼、まあ、お昼ご飯の時間なんで、ちなみに私はいつも朝だいたい6時から8時ぐらいの間に起きてその作業を始めますね。夜までずっとやるって感じですかね。で今日のお昼ご飯です。ちょっと食べかけで汚いんですけど、最近自分で料理を作るようになって、その自炊とかをやってますね。なんか自分で料理するようになってからなかなか体調がいいので、自炊はおすすめですね。特に一人暮らしの漫画家さんはおすすめでございます。じゃあちょっと、まあ、これ食べてからまた映像を再開したいと思います。
腹が空いたのでお昼ご飯を食べます。ちなみに今日のメニューはあれどこに寝ちゃったこの喜多方ラーメン味噌生味噌生5人前味噌ですね。でこっちが冷凍、まあ私ネギを冷凍にして切って冷凍にしてるんですけど、それをまあいつもラーメンに入れますね。であと卵でもずくです。もずく美味しいんですけど最近値段上がっちゃったんです、まあ、なんでもずくをトッピングして食べたいと思います。あとほうれん草とかもちょっと切って入れようかなと思ってます。じゃあちょっと完成まで飛びます。ラーメン食べ終わったんでデザートを食べます。ちなみにこれは冷凍ブルーベリーとバニラアイスですね。最近アイスクリームにフルーツを入れて食べるのがマイブームなのでちょっと今回も入れてみました。美味しそう。いただきます。チャイミルクティーを作りました。今からこれを飲みながら絵を描いていきます。これめっちゃ大好きなんですよね。お腹が空いたので納豆と卵を生卵を入れたものを食べたいと思います。はい、夜の8時になったので Vlog はこの辺にしようと思います。まあ基本的にもずっと書いて YouTube を聞きながらやってるんで、まああんまり動きがなくてつまんないと思うんですけど、まあ私がこうオフでもまあこんな感じですよっていうのをちょっとやっていました。あ、でこう画面が今あるんですけど、私 OSB でしたっけっていうやつで、こう、入ってる風景とかを録画しているんで、こう、またアフレコしての、YouTube 載せようと思ってるんで、まあ今回は Vlog っていうことで、ちょっと私の普段描いてる姿とか日常
ちょっと紹介してみました。楽しんでもらえたら嬉しいです。あと最後なんで、まあ、ちょっと Vlog はちょっと異端なんですけど、最近ちょっと YouTube 始めて、ちょっとコンテンツを充実、ちょっと収益化を狙っていきたいなと思ってるんで、なんかもしこの動画が面白いと思ってくれたら、ちょっとチャンネル登録とかしてくれると嬉しいです。ではでは、見ていただきありがとうございました。